ムチはさ、え、ムチはさ、え、なんて、ムチない知識にムチ、ムチって呼んでる、うん、やば、ムチはさ、呪術廻戦当然知らないでしょムチだから、なんだお前ムチじゃんだって、何がムチ、アニメとか全く見ない漫画見でしょ、あ、なん、それがムチじゃん、あ、アニムチじゃん、アニムチ、ガチムチみたいに言ってる、アニムチはさ、アニムチってなんだよ、当然呪術廻戦見てないでしょ、ガチムチみたいに言うな、え、私今日からアニムチそうだよアニメ漫画はだって全然ムチでしょ、知らないよ、アニムチマンムチよ、マンムチマンムチ、アニムチマンムチ、すっごいいいじゃん逆になんでだよ、なんか自信持っていけるわ、マンムチはなんでいいんだよ、なんか良さそうじゃんマンムチって、知らんけどお前さ状態良さそうじゃん、ということだから呪術廻戦をね、うん、全く知らないし、だからいやいや逆になんで知ってると思ったいやまあまあそうでしょうな、進撃の巨人好きだったら呪術廻戦見ても別に、え、本当悪くないんじゃない、え、まあそんなに、まあ大謎解きとか、リヴァイ出てくるってこと、リヴァイは出てこないけどジャンが出てくるってこと、ジャンとか出てこないけど、サシャ出てくるってこと、出てこない、出てこない、ごめんごめん、じゃあ違うじゃん、進撃じゃないじゃん、まあまあでもいや面白いんですよ呪術廻戦、これ何渋谷事変って東京事変みたいなやつこれはコピーバンド、ま、違う東京事変のコピーバンドじゃない、まあ、呪術廻戦の世界の中で、うん、渋谷事変っていう、まあ、事件が起きるんですよ、へえ、そうそうそう、実際のだから渋谷の周りの映像というか、そこで実際にこうキャラクターが戦ってた、へえ、舞台は渋谷、そう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 、舞台は完全に渋谷、無限大ホール映ったりとか、あ、でも近いとこまでは映ってたよ、あ、嘘、マジマジ、七三ライブとか映ってた、いや、そこまでは映ってない時代もちょっと違うし、あ、上げライブとか映ってた、そんなに古い話じゃないで、あの透明の壁からこうやって見るみたいな時代ある、2018年か19年の渋谷で起きたことだから、あ、そうなんだ、結構前、上げ上げライブとか、上げ上げライブとか結構前だもんな、2012年とかじゃん、あれジャンポケさんとかパンサーさんのあの時代じゃない、違う違うんだ、ミルククラウンさんとか映ってない渋谷事変、懐かしすぎるってお前、マキシマムパーパーさんさんとか映ってないお茶団さんとかね、お茶団さんとか、お茶の水男子さんとかね、映ってないってことね、そうそう、それは映ってないけども、2018年か19年の渋谷ね、そう、18年か19年ぐらいの渋谷ではいはいはい、それもう大盛り上がりだったわけ、へえ、でもう続編の制作も決定してるし、何ですかこれ、これ死滅回遊って言うんですけど、急にちょっと怖いな、そうそう、だまあ知っといて損はないと、まあまあまあ、なんで私が毎、まあ、今回もね毎度のことですけど、キングヌー、キングヌーさんやってましたよ、主題歌やってました、スペシャルズ、そう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 、ジャグジャリやめくれないんだ、あー、それ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 、これそれ、あ、これか、それが主題歌になってた、セカンドシーズンは前半の方があの北谷達也さん、おお、青の住処、青の住処、そう、それ、青が住んでいるってやつ、そう、それで紅白も出てたでしょ、あ、出てた、北谷達也さんのバックに呪術廻戦の、え、映像流れてたのよ、そうなんだ、そこ、まあ、キングヌーもその名だたる方々がやったという、何なんですかこのアニメは、このアニメはね、はい、まあ主要キャラいっぱいいますけど、はい、この虎杖悠仁ってやつが主人公、これで虎と読むの、そう、虎杖、これで鳥と読むの、なんか草かなんかの名前かな、虎杖、虎杖悠仁、そう、へえ、田舎の高校生だったんだけど、うん、あのまあこの世界には呪物とか呪いみたいなのがある世界で、おお、そうそうそう、例えばこう学校とか病院とかこう人の思い出がいっぱいあったりとかする場所はこう、うん、念が多いからね、そう、念が多いからそこはそこはスンと腑に落ちるんだね、うんうん、確かにそれは渦巻いてるもんねスピリチュアルが好きだったら好きかもよ、あ、本当、そうそうそう、呪物って言った瞬間に分かったもん、そうそう、呪いみたいなのがあって、うんうんうん、でこの両面宿儺の指っていうのが、両面宿儺、ええ、これ実際にその両面平安時代とかかな、一応その、まあ、歴史というか、あ、びっくりした、まあ、物語として日本の中に出てくる、この両面宿儺ってのが、ここめっちゃ進撃みたいなそう、ここの横のとこね、ここ巨人化した後みたいな、ここなんか目みたいなのになってるんだけど、はいはい、両面宿儺ってのが、まあ、平安時代とかにいて、うん、それの指がね、うん、呪物としてこう今でも残ってる、あ、はいはいはい、で両面宿儺は腕が4本ある、うん、から計20本指があるんだけど、はいはい、その1本が虎杖のいる学校の
とこにこうお供えされてて、はい、すごい強い呪物だから、うん、逆にその弱い呪いを引きつけないように、うん、学校の百葉箱みたいなところに、なるほどな、入れられてたわけ、はいはいはい、封印の呪いみたいなのしてたんだけど、うん、もう結構時間経って封印がこう溶けかけてましたよみたいな、うんうんうん、でそれをこの伏黒恵ってやつが、うん、こいつはその呪術高専という呪術を習う学校に高校専門の、そう、あ、へえ、通ってたわけ、はいはい、でこいつがまあ調査に来る、でまあ指が、あ、どこ行ったんだろうとか、まあいろいろごちゃごちゃあって、あの虎杖悠仁ってやつがその呪いのね指をパクって食べちゃう、え、うわ嫌なノリなんか嫌なノリだな、まあまあなんかまあいろいろ流れはあったんだけど、ね、肝試しとかしてこれできちゃうよ、ふぅーみたいなことでしょまあそ俺の今の説明あんまネタバレを少なくしようとしたから、うわ、まあそういう感じになっちゃうんですけど、嫌なノリってことね、違う悪ノリね、じゃあその高校生の致し方ない流れがあって、まあ、指をこう食べてしまうわけ、うん、そしたらこの両面スクナっていうのが体にこう取り付いちゃったというか、うん、両面スクナが降りてきちゃったんだ、そうそうそう、はいはい、でまあ虎杖悠仁はこの両面スクナの力をこうガッて押さえたりもできるんだけど、うん、まあ半分体がそれこそこう呪い化してしまったというか、うん、っていうのが主人公で、はいはいはい、なるほどね、そいつがこの伏黒とか釘崎っていうキャラクターがいいんだけど、うん、そいつらが通ってる呪術高専っていうところに、うん、まあ転入して、よくアカデミー立ち上げたね、でもね、まあまあね、呪術をやらせるっていうのは今ないじゃない、まあまあまあね、橋本京明さんのスクールみたいなことでしょ、いや、まあまあまあこの世界では結構呪術っていうものがありふれた世界なんだ、そう、ありふれた世界で、あ、例えば人が行方不明になるとか、うん、人が亡くなるみたいな事件の何割かはその呪いみたいなのが原因だった、うん、原因だからね、まあ実際そうなんだけどね、そこすんとくんの何なんだよそこすんと来たらちょっと違うのよ、もうそれ同士ってことよね、お前もうこの世界の人じゃん、じゃん、いや、この世界だからね実際みんながいるのって、じゃあめっちゃ面白いと思うよ、あ、本当？おう、でも普通すぎないじゃん当たり前のこと言うけど、俺らはその全然異世界だと思って話聞いてるけど、うん、もう日常だと思って見ちゃう、普通のこと言ってるってことでしょ、日常系アニメだと思っちゃうんだ、日常はほっこり系アニメでしょ指食べちゃって、そう、まあみたいなのが大枠のあらすじですね、うん、なるほどね、そう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 、あ、五条悟るめっちゃ聞くな、これはもうだってワードだけめっちゃ聞く、大流行りでしょ、あ、そうなんだ、そう、これね、あ、エンガチョね、エンガチョじゃねえよ、これ、え、エンガチョじゃないんです、これ、これエンガチョのサインですけどね、これ、まあまあ、古いやろとね、本名字の人は言ってましたけど、エンガチョ、エンガチョ、え、エンガチョっていうの、領域展開っていう、間違ってんじゃん、違う違う五条悟るってのはもうこの作中においてもう最強、もうこいつ一人いたらどんな敵でも倒せますよみたいな、まあ、五条悟っていうのがまあ先生で、うん、高専の、うん、この3人、虎杖伏黒、あ、ごめんなさい、虎杖伏黒釘崎、違う違う、リトグリじゃねえよNHK のテーマ曲歌うかえ、この3人が主要メンバー、この3人がまあ呪術高専の1年生、はいはいはい、で1年生の担任がこの五条悟というやつで、でまあこの虎杖悠仁は、まあ、おじいちゃんがいたんですけど、おじいちゃんは病院で亡くなっちゃうんですけど、あの人助けしろと、うん、そしたらまああの俺と違って死ぬ時周りに人がいっぱいいるからみたいな、うん、おじいちゃんはあの一人で死んだんですね、一人というか、まあ、虎杖がお見舞いに来てて、うんうん、おじいちゃんだけっていう、あれ一人じゃないし、まあまあそう二人、うちのおじいちゃん一人で死んでますからいや、いい、そんな悲しい話はいい、発見されてるからね、死んだ後に、発見っていうな、まあ、病室で、うん、あ、病室でね、虎杖悠仁と二人の時に、私自室でしたからね、そうそう、まあで、まあおじいちゃんの言 い、いいよお前呪術回戦より怖い話すんの呪術って関係ないだろ、別に呪術関係ない、寿命でしょ、そう、呪いじゃない、呪いじゃないでしょ、うん、寿命、寿命でしょ、そんな話も出てくるのか、そう、人助けしろって言われたから、まあやってるんだ、そう、呪いをこう払いたいと、うん、東堂葵さんも先生、こいつは、呪術高専は東京校と京都校ってのがあるのね、はい、で、こいつは京都校にいる生徒、生徒です、へえ、アイドル大好き、へえ、
この東京に来るときはいつも握手会とか行ってる。あ、そんなシーンも渋谷ならではですね。そうそうそう、渋谷ならでは、うん、東京ならではのシーン、うんうん、めっちゃ身長が高いアイドル、高田ちゃんっていう。高田ちゃん、そうそうそう、へえ。多分あのベリーズ工房の熊井ちゃんなんじゃないかっていうファンの中では言われてます。モデルが、モデルがね、そうそう、高田ちゃんを推してるという。はいはいはい。でこのまあ下にいる3人両面少ない、これまあ分かりやすく敵。はいはいはい。最近のホストみたいですねこの2人。どれこの2人うん、ゲトースグルと真人、うん、あ、まあ、ちょっと確かに分からない。最近のなんかアドトラックによく分からなくもないな、ホストみたいだな。確かにこのゲトースグルっていうのは、はい、五条悟と同級生、うん、で今はこう悪い側に行っちゃったっていう、ね、あら敵になっちゃった、そう、ぐれちゃって、でこの真人ってやつが、うん、これなんか呪いなんですよ、概念、そう、まあそうだね、人の言葉を喋れる、もう人間みたいな形をした呪いという、そのものが、そうそう、なるほど、売りかけすんなよ、違う違う違う、そのそれはもうだって政府の人じゃんそれ言ってんのこれはまあだから敵です。なるほどね、分かりやすい。あ、でもなんか面白いな。でこれ用語、まあ、呪い、うん、呪霊、うん、呪物、分かります、呪物、はい、術式、そう、まあ、呪物っていうのは最初だから言ったあの指みたいな、うんうん、飲み込んじゃったやつね。ガチモンのやつ見たことあります、私呪物。いえいえ、そのもうそしたら意味わかんなくなってある事務所のアイテムです。意味わかんなくなってきちゃうから。特急っていうのは特急呪物ですか。あ、そう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 、うん、特急呪物ってのもあるし、はいはいはい、逆に、特急術師っていう、そのあ、まあ、上の段階にいる、そう、五条悟は特級術師、はいはいはい、なるほど、東堂葵は一級術師とか、うんうん、まあ、術師によってこうランクがあるんですね。なるほど。板取りは初心者だから三級とか。なるほど。そうそう、まあ、そういうのがある。で術式っていうのがね、うん、これまた面倒くさいんですけど、うん、まあ、一人一人、うん、生まれつき、うん、その、まあ、与えられた能力みたいなのが一個あるんですよ、はいはい。伏黒めぐみでいうと徳佐の影棒術っていう、うん、こうやってなんかこう影みたいなのを作るわけ。はいはいはい。これ犬なんですけど、うん、そしたらあの影の中からこう犬が出てくるみたいな。おお。そうそう、そういう術が使えたりとか。こういうやつもありますよね、なんかよくね。何何。こうやってやるタイプの術式も。何それ。あるんですよ、こうやってなんか組み合わせてやってやる。あるんですか。それあるの。おみやじろしちゃう。おみやじろしちゃう、こうやってやるみたいなのもあるんですよ。いやいや、合わせてくんなよ。こうやってなんか手組み合わせて。呪術廻戦にはないよ。あ、呪術廻戦じゃないのか。わかんないじゃん、シメス海洋出てくるかもしれない。いや、ないないの、今のとこ見たことないよ、それは。で、術式ってことでしょ。それは現実の世界でやってる人がいるってこと。術式、そうそうそう。いや、その、それと混同しだしたらもうあれですけど。なるほどね。そう、だからまあみんななんか術式っていうのがあるよっていう。そしてあとまあこれですね、領域展開。それ聞くなぁ。領域展開だからさっきの、これ縁ガチョのポーズ。うん。まあ術師によってできる人とできない人がいるんですが、うん、このポーズ取ると、半径何メートルがそいつの世界みたいになって。何それ。五条悟の領域展開って何だっけ。無量空所。無量空所、無量空所ってやるともうそいつだけの世界になって、無量案内所。違う違う、無量案内所武器町に、そうそう、あるけどね、街中にあるけど無量案内所、ブワーって無量案内所。お前どうすか最悪よ、しょせ。無量空所って何。そうそう、歌舞伎町の話してるぞ。ホストこれ歌舞伎事変でしたよ。すいません。おっぱいですか、ピンサロスか。ピンサロスか。これ無料。これ無料案内所。無料案内所の方でした。無料空所っていう。そういう世界にしちゃって戦えるってことね。そう、相手がその、まあ、世界に入ると、うん、自分のこう術式っていうのが必中になるという、避けられない。なるほど。みたいなので、もうこれ当たったら勝ちみたいな感じ。はいはい。なんか領域展開ですね。国、う、戦、ん。国戦。これは何ですか。これはお尻の穴の別の言い方。国戦。AV のパッケージとかに書いてある。国戦攻めみたいなことです。違う違う違う。まあ、この呪術廻戦の世界の中で、うん、こうパンチしながらこう呪術を呪力を込めてパンチとか、うん、ぶつかると同時に呪力をこうパッと放出することによって。はいはいはい。パンチ力がすごい上がるよっていう現象が国戦。なるほど。なかなかこう狙って出せるもんじゃないんだぜっ て, なるってことですね。そう、これですね、うん、獄門鏡。獄門鏡、これちょっとねなんですか、あんまり
言えないワードってことですよね。アリの戸渡りとかと同じだと思って獄門橋のとこはちょっと攻めないでくださいね。メンズエステ行ってね。ごめんなさい、獄門橋ちょっとあんま触られたくないんで。獄門橋 NG ですね。NG です。ジョーがチェックしてね。違います。全然違います。何ですか？獄門橋っていうのは、うん、なんか、ルービックキューブみたいな、ちょっとこうちっちゃい立方形のやつなんですけど、はいはい、まあ、それを使うと、どんなものでも封印できるっていう、はいはいはい、まあ、そういうアイテムで、うん、この獄門橋がこう渋谷事変の時に、うん、とにかくキーアイテムというか、というのがまあざっくりの内容ですわな。これは渋谷事変は2期ってこと？そう。最初が？最初はまあ呪術廻戦で始まったアニメが、うん、でその後映画があったんですね。ほう。アニメ1期よりちょっと前の時間軸で、うんうん、アニメはこの虎杖悠仁ってやつが主人公なんですけど、うん、乙骨悠太っていう、ピン芸人ね。違う、乙骨悠太、確かにその乙骨悠太のって感じ、ピン芸人っぽいけどね。乙骨悠太のっていう感じがちょっとしちゃうけど、呪術廻戦ゼロという、へえ、そうそう、でその映画があって、うん、今回2期があったんですよ。なるほどね。そうで、また3期があるんだ。3期がもう制作決定してるっていう。へえ。だまだ全然追いつける。確かにね、面白いと思いますよ。確かに10年後かな、だから。10年後、進撃もハリポタも10年後にハマるから、私は。ああ、そのみんなのほとぼりが冷め切って、うもうなんならちょっと覚えてないみたいな時期に見始めるから。なんでその38ですね。なんで一番楽しめるやつ。38で38で領域展開だっせー、青が澄んでいるだっせーよ。これやばいよ。やりますか。終わり。三八で。なんで一番楽しめるタイミングでさ、楽しまないわけ。もうちょっとなんか進撃も早くハマったらさ、本当だよね、周りと話せたりとかさ、そう思う、イベント行けたりグッズ買えたりとかするわけじゃん、うん、高校の幼馴染に言われたもん。あ、本当、うん、なんで今なの。うちらが制服着てた時にハマってたんだよって。そうよ。呪術廻戦もそれこそ漫画に関してはもう結構、うん、最終章入ってんじゃねえかっていう。あ、漫画も結構進んでるんだ。そう、ジャンプでやってるんですけど、そっかそっか、もう乗っとくなら今というか、はい、10年後だともう本当に遅 い, いや見るものがな、ちょっとな、あんの他に。うん、何見んの。いろいろ見なきゃいけないものもちょっとあったりとかして。何見んのよ。ジュマンジ。もういいじゃん、ずっと見てる。なぁ、ジュマンジをさ、なんで何百回見んの、あんたは。何回見ても発見があるから。忘れなさいよ、ジュマンジ。ジュマンジのリメイク版も見てるから今。ウェルカムトゥージャングル、ウェルカムトゥー、はい、あるね。確かにね、あのネットリックス上がってたな。そうでしょ、うん、順位高かったでしょ。高かった。見た方がいいじゃん、みんなやハマってるから。分かった。絶対見ないわ、こいつ。子供が嘘つく時の声と顔。今日中に見る。絶対嘘だよ。絶対嘘。ああ、こんな感じですね。わかりました。ちょっと好きなジャンルではあるので、見てみてください。はい、本当に挑戦しています。お願いします。よっしゃ。